ヒラノシとトムペッシューは同じ革ジャンを着ていても全く違う魅力を醸し出す。YSL のメイクアップアーティストもそのレザージャケット着てるんですかヒラノシさんが YSL の黒い衣装で魅力的に輝いていたのは確かですが、その一連の着こなしは報道陣や SNS のオンラインコミュニティから熱い注目を浴びました。 YSL のバックステージ写真を見ると、少なくとも2枚以上の同じシャツとレザージャケットを着ていることがわかりました。そのシャツとジャケットは一体何なのでしょうかその価格はなんと4800ドル。この情報は驚くべきことで、私たちに考えさせられることがあります。YSL のジャケットの特徴を見てみましょう。 それはラムスキンでできたデニムジャケットで、2つのフラップポケットと2つのサイドポケット、ウエストに調節可能なタブが付いています。コットンとキュプラの裏地も付いており、サンローランの刻印が入った7つのボタンで留めます。そして、イタリア製です。これらの特徴は、このジャケットが高品質であり、贅沢な素材で作られていることを示しています。さて、 興味深いことに、YSL の新しいグローバルビューティーディレクターであるトム・ペシューも同じフレーム内に立っています。彼とヒラノ・シオウさんが偶然同じシャツを着てしまったのです。しかし、興味深いことに、二人が同じ衣装を着ていても、その着こなしは全く異なります。ヒラノ・シオウさんは凛しく力強く見えますが、トム・ペシューさんはエレガントで成功者に見えます。これは、スタイルが個々の人によって異なることを示しています。 そして、このシャツは本当に誰が着ても素晴らしいものであり、そのエレガンスは誰もが見事に表現できるものです。YSL のメイクアップアーティストも同じシャツを着ていますが、かなりご年配の方です。それでもこのシャツは彼にぴったりです。彼を若々しく高貴に見せ、そのファッションの偉大さをさらに際立たせています。 同じファッション会社のイベントに参加し、同じブランドのシャツを着ることは一般的ですが、その背後には深い意味があります。それによって、平野紫耀のファッションセンスが業界の巨人たちに匹敵することがわかります。同じファッション会社のイベントに参加して、同じブランドのシャツを着ることは一般的です。これにより、平野紫耀のファッションセンスがファッション業界の巨人たちに匹敵することがわかります。 彼のスタイルには一定の念を抱かざるを得ません。この物語は、ファッションにおける個性とスタイルの重要性を強調しています。同じ服を着ていても、それを着る人によって表情は異なります。そして、その個々の表現がファッションの魅力をより深く理解する手助けとなります。この物語はまた、ファッションの魔法が人々を一緒に結びつけ、異なる背景や年齢の人々でも共通の興味を持たせることができることを示しています。 ファッションは、単なる衣服を超えた意味を持ち、人々をつなぎ合わせる力を持っています。そして、平野志洋さんのファッションセンスは、その力の一端を示しています。また、年齢や職業に関係なく、ファッションは誰もが楽しめるものです。メイクアップアーティストが同じシャツを着ていることは、ファッションの魅力が年齢や背景を超えて、誰にでも訴えることができることを示しています。最後に、ファッションは、ただの服装以上のものです。 それは個々のアイデンティティや表現の手段であり、私たちが世界にどのように見られたいかを反映します。平野潮氏のような有名人がファッションを通じて自己表現することで、彼らはファンに刺激を与え、憧れの的となります。このような出来事は、ファッションの世界がどれほど魅力的で多様性に富んでいるかを示しています。一つの衣装が様々な人々にどのように受け止められ、解釈されるかを見ることは、 ファッションの力とその持つ無限の可能性を体験する絶好の機会です。では、あなたは同じ衣装を着たとき、どのような個性を表現しますかそれはあなたのスタイルや人格をどのように反映するでしょうかファッションは常に新しい発見や驚きをもたらします。あなた自身のファッションの旅を楽しんでください。最後に考えてみてください。同じ服を着ていても、その人の個性やスタイルによって、 その服の印象は全く異なります。あなたは同じ服を着ても、他の誰かと同じように見えることはありますかそれとも、あなた自身のスタイルや個性を打ち出し、その服をあなたらしく着こなすことができますかどんな服でも、それを着る人の個性が光るものになることを思い出しましょう。